がないぞ。動物っていうのは動き回って暴れ回って自分の餌を自分で踏んだくるぐらいのずうずうしさがなくちゃいかんぞ。ね、よし、その息その息。どうした？食欲がないのか？はは、俺の作った料理がまずいって言うんだな。贅沢なやつだ。さてと、お次はジラースのやつだな。ジラース、ジラース。よしよし、お前は誰よりも頭のいい子だ。たんと上がり、ジラース。お前の食べ残しで魚が増え、釣りをしに来る人間どもが多くなった。だがジラース、忘れちゃいかんぞ。昼の間はじーっと眠るんだ。北山湖、山奥の静かな静かな湖である。普段は訪れる人さえなかったのだ。釣れる釣れる、恐ろしく釣れな。竿が何本あったって足んねや。こうなったら毒でもぶんまいて、いっぺんに全部取っちまうか。よっ。こうした魚の異常繁殖のニュースは科学特捜隊に伝えられ、何か湖に異変が起こってはと直ちに調査を開始した。北山湖へ到着。これから特殊潜航艇 S21 号を切り離す。特殊潜航艇 S21 号は嵐隊員どうぞ。こちら特殊潜航艇 S21 号、スタンバイ OK。 了解。着水だ。垂直降下。垂直降下。こちら特殊潜航艇 S21 号嵐、キャップどうぞ。村松だ。これから北山湖の水中調査にかかります。本部のスタンバイいかがでしょうか。準備できました。よし、スタンバイ OK だ。まず音波探知機から始めてくれ。了解。よし、次は水中カメラに切り替えろ。了解。
よし、別に変わった様子もなさそうだ。北山区の調査はこれで打ち切っていいだろう。了解。ではすぐ本部へ戻ります。おっとそうピリピリしなさんな。せっかく空気の新鮮なところに行ってるんだ。差し当たって事件もないんだし、一晩泊まってゆっくりしてこい。特別休暇だ。ありがとうございます。村松隊長から特別休暇をもらった3人は北山湖に近いホテルでくつろいでいた。ちょうどその頃、少年グラフの久保記者と林カメラマンはモンスター博士と呼ばれる中村博士の屋敷へと向かっていた。少年グラフの者ですが、恐竜のことで博士に。これはロンドンから入ったニュースなんですけど、スコットランドのネス湖にまだ恐竜が生き残ってるらしいって言うんです。今度うちの雑誌でその特集を企画してるもんですから、博士の話をお伺いしたいと思いまして。どうぞ。お邪魔します。1億7000年ぐらい前に生きていたネス湖の恐竜たちです。これがディプロドクス。首の長さが20メートルもあります。恐竜の王様と言われるケラトザウルス。肉食の恐ろしいやつです。ステゴザウルス、こいつも凶暴です。トリケラトプス、三本の角が武器です。陸地をザウルス、陸に上がることができないので腹の中で卵を返します。その他にもプテロダクティー、エリオプス、デモルホドンなどといった怪物どもがおりますが、ネス湖で最近見たといわれる恐竜はおそらくこのデプロドクスでしょう。博士、15年前にネス湖の探検に出かけて行方不明になった二階堂教授のことはご存知ですか？知っています。彼も私と同じように恐竜にしびれてた男でしたからね。そう、あれは15年前、探検隊がネス湖へ出かけた時のことでしたね。ネス湖探検隊が調査の打ち切りを決定した時、二階堂教授だけがそれに反対した。そしてただ一人ネス湖の奥深く入っていったまま、それっきり消息を絶ってしまった。しかしネス湖に落ちてこのディプロドクスに食われたのなら、二階堂君も本望と言うべきです。ライターを拝借。どうぞ。それは僕のライター。帰ってもらおう。その人だったらさっきうちの井出君と一緒に北山湖夜釣りに出かけましたよ。夜釣り？ええ。好きだな、久保ちゃんも。見たわね。見た。確かに。連絡を取らなければ。待って。オーケー。
ここはモンスター博士の研究室だわ。見たな、わしの秘密を知った以上はこのままでは返すわけにはいかん。どうしようってんだ。こちら隼人、伊藤君、いつまで夜釣りを楽しんでるんだ。もうそろそろ帰ってこい。おい、伊藤、どうしたんだ。伊藤、聞こえないのか。伊藤、どうしたんだ。おい、伊藤。ジラース、ジラース、さあ出てきて顔を見せしろ。わしが15年もかかってようやく育て上げたジラース、命よりも大事なジラースだ。15年もかかったんだ。15年も。わしが育てたジラースだ。井出隊員、久保記者行方不明の知らせを受けた村松隊長と藤隊員は、謎の渦巻く北山湖へ急行した。一方、早田嵐の両隊員は二人の行方を探るため早くも行動を開始していた。無駄だ、やめてくれ。修理できそう？なんとかやってみる。ヘアピンを貸してくれないか。はい。これさえ治れば。あんた、やだ、うまくいったぞ。上げた芸術品だ。勝手な真似はさせんぞ。狂ってる博士、あんたの恐竜に対する考えは間違った。何、
二階堂教授のように学問として真剣に取り決めないんですか。二階堂教授、あなたは15年前ネスコで行方不明になった二階堂教授。ジラース、暴れろ暴れろジラース、お前の強さを見せてやるんだ。大変よ、ジラースがこっちに向かってくるわ。さあ治ったぞ。こちらへで、こちらへで。どこにいるんだ。モンスター博士の研究室に監禁されています。少年グラフの久保記者も一緒です。ジラースがこっちに向かってきます。早く助けに来てください。臓器林に秘密の通路があります。ワッペンで目印をつけてきました。了解。アラシ、スパイダーショットで何とか食い止めるんだ。はい、行くぞ。スパイダーショットのエネルギーはもうありません。早く中の二人を助けてください。
恐竜を育てちゃうなんて本当に恐ろしい博士だわ。カラスやヘビを育てる程度では我慢ができなくなったんだよ、モンスター博士は。よっぽど恐竜にしびれてたんだな。ジアース、ジアース。